住友生命仙台中央ビル。住友生命仙台中央ビルは、宮城県仙台市青葉区中央4丁目にある、住友生命保健総合会社、大阪府が所有するオフィスビル。愛称は SS30。東北地方で初めて建てられた、高さ100メートルを超える超高層ビルであり、仙台市の政令指定都市以降と、 市政100周年の年である1989年、平成元年に完成した。仙台市都心部の宮城学院跡地に立ち、地上31階、地下3階で、アンテナ部を含めると172メートル、建築物は143メートル、仙台第一生命タワービルを超え、東北地方で最も高いビルになった。ただし現在では、東二番町通りを挟んで西側に隣接する。 東北学院跡地に2010年、平成22年に竣工した仙台トラストタワーが東北地方で最も高い。2階から27階はオフィスとして利用される。28階から30階はレストランであるが、30階、南側は無料展望台となっており、23時まで一般に開放されている。ビル全体で2800名ほどが働いている。 ビル中央部にあるオフィス街用のエレベーターと西南西のビル端部にあるレストラン、展望台用のエレベーターに分かれており、校舎は昇降しながら外の景色を眺めることができるようになっている。北側を柳町2、南側を北目町通り、西側を東二番町通り、東側を 東三番町通りで囲まれた宮城学院跡地を取得した住友生命保健総合会社大阪府がブロック内を再開発しオフィス棟、東ビル、ホテル棟、東部ホテルチェーン参加仙台国際ホテル、フィットネスクラブ棟、セントラルスポーツが運営するセントラルフィットネスクラブ仙台を建設した。同社は当地から約200メートル北東側の仙台駅よりに 住友生命仙台ビル、地上19階建て、高さ67.3メートルを1975年、昭和50年に建設しており、当ビルは、住友生命仙台中央ビルと命名された。2017年、平成29年3月1日、ユナイテッドアーバン投資法人、東京都が、同社の資産運用会社である、ジャパンリートアドバイザーズ株式会社、 東京都を通じ、これら3棟、及び、敷地、面積、15,542メートルを、同年3月30日に182億円で、取得すると発表した。これに伴い、3棟の複合施設の総称を、SS30 とした。また、オフィス棟も個別に呼ぶ際には、SS30 とも呼び、取得予定日から約1年間は、住友生命仙台中央ビルも、 便宜的に併用するとしている。地元では SS30 という愛称で親しまれている。そのため、正式名称である、住友生命仙台中央ビルという名前は広く知られていない。愛称のゆえんは、スカイシンファニーの頭文字の SS 回数の30からである。実際は31階建てであるが、使用されているのフロアは30階までであるため、30となっている。 かつて、ビル内の2階に、仙台 SS30 内郵便局があったが、2013年3月29日の営業を最後に廃局となった。一方、この郵便局の隣で SS30 の開業から2004年まで営業を行っていた77銀行の人出張所は、本店営業部重瀬中央ビル出張所と名乗っていた。現在は北に300メートルほどのところにある。 本店営業部に統合されており、別途設置されていたビルの1階の ATM のみとなった。SS30 や仙台国際ホテルがある東2番町、北目町通、東3番町、柳町通に囲まれたブロックは、1886年、明治19年9月24日より、仙台区東2番町51番地の戸鍋、茂久別邸で10名の生徒で授業を開始していた。 宮城女学校、現、宮城学院が校舎を建設するにあたって、地道に取得して作った、東二番町高地の跡地である。宮城女学校はまず、1887年、明治20年4月に、仙台区東三番町162番地から169番地に、渡る、約2400坪を取得。1902年、 明治35年12月にはその西側の仙台市、東2番手135番地から138番地に、渡る約400坪を取得。1911年、明治44年10月にはその北側の仙台市、東2番手134番地の、約670坪を取得し、1912年、 明治45年4月には、北西閣の仙台市東2番手132番地から133番地を取得して、ブロ内すべてが宮城女学校の東2番町校地となった。創立100周年を迎える1986年、昭和61年を前にして、宮城学院は東2番町校地にあった宮城学院中学校、高等学校、 宮城学院女子大学を1980年昭和55年に仙台市北部の桜ヶ丘に移転た。宮城学院移転後の跡地は遠藤チェーン仙台駅前、A、店の平面駐車場として利用されていた。1983年昭和58年にはその駐車場にステージなどを設置して西部警察パート EE のロケが行われ1万人が集まったとされる。 この土地を住友生命が1982年昭和57年3月に取得。金額は不明し1987年昭和62年1月に着工。バブル景気期の1989年平成元年2月に SS30 が竣工した。仙台国際ホテルは同年10月14日の開業である。車寄せ、ポーチは 北目町行き沿いにある。2010年、平成22年、東二番町通り、国道4号を挟んだ向かい、西側に仙台トラストシティが完成し、最長部の高さ東北一の座を、仙台トラストタワー、地上37階建て、高さ約180メートルに譲り渡した。また、周辺は、都心回帰により、超高層マンションが集積している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。